皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆史です。今日の雑貨はですね、優先事項の計画という、ちょっとそんな話をします。あのー、まあ、優先事項、まあ、いわゆるこ、えー、7つの習慣でいう第2領域。まあえー、7つの習慣でいうと、えー、緊急ではないが重要なこと。えー、まあ、私の感覚は行動管理なので、まあ、重要なこと。という、えー、まあ、その、 優先事項の計画なんですけども。あのー、ちょっとね、そもそも論っていうか、あのー、手遅れに近いような話にはなっちゃうんですけども、その優先事項の計画っていうのをね、その朝とかにしようとしたときに、じゃあ、第二領域の割合ってどれぐらいですかみたいなね、えー。そんな論法だったりとか、えっ、ー、と、入ってないから第二領域を、まあ、選択。 するえー、入れておかかなないといけないととけそういうことじゃ本来はない。えー、第二領域に関して言うと、まあ、これは先取りをしてなきゃいけないっていうことではあるんで、あの、割合とかこう選択とかっていう、そういう話をし,してほしいわけじゃなくて、もう、その、えー、手帳のページを、その日のページを開けたときには、すでに第二領域がこれとこれを、えー、しているとか、 えっと、する予定ですとか、えっ、ー、と、していなければ、えー、まあ、目標に近づけないとか、えー、そもそも、もう、あの、その日になる前に、徹底づけられていること。まあ、それって第一領域とか第三領域みたいなことよりも、早く、先取りされているべきことなので、あの、だから、今日、今日のページを開いた瞬間に、どうしようかなって話ではない,という。と あの、それはね、あの、その日になってから考えることじゃなくて、もっと前です。まあ、1週間であるとか、まあ、私の場合は1ヶ月、えー、月初の時には、もうすでに第二領域のことって、こういうことをしなければいけないとか、こういうふうにしたいという,うに、もう決めているので、あの、それをこう、最初に、え計画している、まあ、割り振っておくようにしています。なので、ページを、 こう、今日のページを開けたときには、すでに、こういうことをしなきゃいけないと、っていうことになっていて、じゃあその空いた時間に、じゃあ他の第一領域とか第三領域っていうのをどういうふうに入れていこうかっていうふうに考えればいいというふうな、えー、計画の仕方になっています。あの、まあ、これはね、当たり前なんですけど、その、例えばこう、えー 仕事中のところに第二領域を入れようとかっていう、そういう話ではなくて、あの、仕事い以外の時間とか、まあ、要は高速時間じゃないところに第二領域のことがすでに入っていて、で、この第二領域の、えー、タスクをしても、まあ、仕事が滞ごりなく終わるとかっていうことで、第二領域のことを最初に入れているんで、あの、当然のことながら、後から入ってきたから、第二領域がどっかに行っちゃうとか、 えっと、やめちゃうとかっていうことには基本的にはならないです、ね。なので、あの、とにもかくにもその、えー、優先事項の計画というのは、あの、もうすでに、あの、ページを開くときには終わっているというか、できているはず。というふうに、えー、しておくことが本来の第二領域。まあ、準備の領域なんてよく言われてますけども、まあ、その準備がきちんとできているのは、あの、朝じゃなく もう、あの、月の始めとか、週の始めとかっていう、そこのところにはできているという状態にしとくのが本来の優先事項の計画ということになると思います。ということで、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。